こんにちは。今日はですね、馬肉マクロエビス店で皆さんで、ね、集まってですね、減量中の方ばっかりなんですが、赤身肉だしヘルシーなんでということで、今日はちょっと皆さん集まって、食事をします。じゃあいつものトレーニング、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。D さんがさ、もう完全にサラリーマンなのよ。エビスで働いてるサラリーマンなの、完全に。パパ活しちゃおう。これはあれですね、つくねです。あ、マジか。クリリンの頭なの。気配てんじゃん。まだピッコロって。あ、見とるな。いただきます。めっちゃ合う。めっちゃ合う。めっちゃ何と何ぐらい合いますこれ、はい、ディープインパクトと竹打ったかぐらい。打った。噛む。ちょっとまだ噛むか入ってないよ俺。僕もちょっといただきたいと思います、はい、まずね、この密度がすごい。粘り気がすごいの。これ倒しちゃったもん俺も、ね、他の人が食べる前に。じゃあいただきたいと思います。暴露を暴露。合うわ。どれぐらい。何ドルチアとガッパーナぐらい。あの、ちなみにこの、おお、スルーされた。わさびつけました。わさびつけ、これわさびなんですか。わさびつけてください。すごい、見事にわさびさんスルーしましたね。でそれで合うんじゃん。あ、合うわ。どれぐらい。チャゲハンダ2日ぐらい合ってますよ。あ、チャゲダスか、ね、チャゲダスかぐらい。よくないわ、不調だもん。めちゃくちゃうまいっす。すげえな、これ乗馬のキムチ。どれがその、芋。いや、芋やばい、芋やばい。長芋だ。あ、ほんと芋だった。よかった。まだ胸肉と疑ってたんですよ、これ。めっちゃうやばい。やばいですよね。やばいやばい。ソース食べて、酒飲んでるくせに。揚げ物のソースだけ足湯状態になってる。足湯しちゃってるよ。足湯しちゃってるだ、これ。揚げ物が足湯しちゃってる。これはちょっと食べれない。ダメなんだ。これは食べれない。ないですよ、だって。ソース質ない。質ない。マジで。食えないよ、これ。じゃね、ここに質ないね、これ。いや、これ質じゃない。これは質じゃない。これ質じゃない。これは質じゃない。これ質じゃない。いや、これうまそうだな。おこれやばいんじゃないですか。すごい肉厚。うわー、絶対うまいもん。これはすごいよ。あ、そうです。足湯じゃなくなっちゃった。二度漬け禁止です、うちは。二度漬け禁止です。大阪かなって。もうすごいわこれ。どう、すごいっすか。頭からこのシリーズが出てきた。これうまくて、これがでかすぎて何も聞こえない。何も聞き取れない。まあ、島田さん見てるからゼロカロリーなの、これ。水が食べて。ジュラシカップ。ジュラシカップ。全然大丈夫です。オーケーです。舐めすぎだろ。これ揚げてないですよ。何してる。これ飛んでる。飛んでる。フライ、フライしてる。フライ、フライしてる、これ。めちゃくちゃ柔らかくて美味しい、これ。上のチーズが超うまい。え、これチーズなんすか。パン粉じゃないですか、これ。こっちですよ、これは端角とかだったよ。めちゃくちゃ美味しい。これをあの専用スライサーでここはやばいやばいやばい、大ごと大ごと、はい、やってくるんで、はい、マジか。すごい美しいですね、このこの霜降りが、はい、ね、霜降りで、ここだけ食べれるお肉ですね。へー。パンしゃぶ出ますので、ね、ネギだけちょっと顔がどんな顔してんすか。いいんですか。で結構黄身濃いんで、はい、なるべく思いっきり思いっきり混ぜていただいて。これ朝1日1個ずつ食べたら仕上がる。本当ですか。本当ですか。これ生でも食べれるので。本当にもうレアで、やば。でちょっと野菜用意して。なるほど。待ってください、これ僕一番風呂もらっちゃっていいですか。一番風呂っすよ。マジいいっすか。いただきます。すげえいい、これ。そうなんだ。やっぱり今までのしゃぶしゃぶ過去一来ました。生きてきた中で一番うまい。やば。あ、しかもなんか油もさっぱりしてて超美味しいですね。軽いので、全然違ったのに。いや、やばい。これやっぱ2番風呂僕も行っちゃうことで、あ、Dさんじゃないですか、次。ちゃんと溶いて、ちゃんと溶いて。ちゃんと溶いて。あ、いいね、いいね。うまい、うまい、うまい。あ、うまい。お上手、お上手。はい、2番風呂。あ、行っちゃってください、行っちゃってください。どうすか。一瞬でない。
もうない、もうない、もうない。すごいね、綺麗。すいません、橋が綺麗すぎますね。ね、あ、これタンです。長いですね。長いです。これはネギで一緒に巻いていただいて、ネギタンジャーみたいな感じで。うわー、あ、いっちゃいますね。これは一番甘い。いただきます。これは絶対うまい。パンチャビいただきます。やばい、舌の中で一番うまい。これはディープキス、ディープキス、ディープキスしてる、ベロチューしてる、ベロチューしてる、うまですよね。ですよね。そろそろ縦紙入ってきてる。どういうこと、どういうこと、縦紙。うまく言いすぎて入ってきた。3種類目のこれは赤身ですね、はい、完全赤身のローストです。サーロインですね。これはもう5秒で。5秒で。やばいやばい、急がないと急がないと。1、2、3、4、これでマジっすか。はい、ゴレップ、ゴレップ、ゴレップだ、ゴレップ。ハイインテンシーだ。いただきます。調理がバッチリ。本当にもうない。とろけちゃう。え、これやばい、やばい、やばいっすよ、兄さん。とろける史上一番早い。マジで。やばい、やばい。絶対ですよ。いや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 、それ、噛んでないからね。いやいや、そんなことない。噛んだんすけど、消えました。本当に多分噛めないですよ、これ。これ、本当にもうない。もう、今。今。うん。めっちゃうまいわ、これ。やばいっすよね。うん、はい、じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。で、今日はね、その、馬肉をちょっとみんなで食べて、まあ、いつもお疲れ様ですみたいな感じなんですけど、10月14日に、このメンバーとか、他にもいろいろ来られるんですけど、イベントをやります。で、50名様限定で、今食べたような馬肉料理と、あとはそのボディービルダーと、食事をするというイベントを、開催しますので、ぜひ概要欄の方から、ここでつまり、エントリー。エントリーしてください。大会だ。はい。大会でしたから。はい。で、当日もね、なんか、いろいろ、他にもいろんな人来ると思うので、そういうの好きな人はぜひ参加していただければと思います。じゃあ皆さん、本日もよろしくお願いします。お願いします。